さあこの今日は2万7千人近くのお客さんが秋田さん入りましたね。入りましたね、伝統の一戦、しかも上位対決ということで非常にお客さんが多かった今日の日産スタジアムです。中村俊輔やそして小笠原という両チームの大黒柱、まず積極的な姿勢を見せたのがこの横浜 F マリノス、前半の2分です。中町のミドルシュート、立ち上がりはねもう本当に積極的に来ましたよね、マリノスは。あの前節の甲府戦ではなかなかこのシュートが出ませんでしたからね、一方鹿島アントラーズ今日先発の中村、ドリブルからのシュートまでの流れ非常に良かったですよね、そしてここもマリノスが右サイドから崩していこうというところでしたが、あとはこのフィニッシュというところでしたね。そうですね、一方の鹿島アントラーズもこの奪ってから早い展開、ショートカウンター、まあ前半はこういうシーンというのがね何回かありましたよね、この土井から最後はダビー、あのディフェンスを引きずりながらのシュートというような形になりました、そして前半の42分、中村俊輔のコーナーキックから秋田さん最後は栗原です、この素晴らしいシュートでしたけどね、この前からフリーキック結構多かったんですよね、まあ、ただやっぱ鹿島もねこのマークのところをしっかり競ってないんで、ここはやっぱり改善点ですよね、まあ、ここまでは横浜 F マリノスのいつもの勝ちパターン、前半の終了間際に点を取ってと、点は大きいなというふうに思ってたんですけどね、ここから逃げ切りに入るかと思われた横浜 F マリノス、1対0で前半をリードして F マリノスが折り返します。ただ後半に入ってから鹿島アントラーズ、このパスから最後は土井でした。この個人技、土井選手の、ね、いいところっていうのはこれ出ましたよね、ドリブル2人の間を、ね、縫ってこう突破していきましたよね、このシーンですけど栗原選手が、ね、足を出しているところを、ね、うまくかわしながら対応しているのは中澤と栗原ということで、そうですよね、もう一瞬にして置き去りにしてましたね、日本トップのこのセンターバック2人を置き去りにして同点ゴールを決めた土井です。そしてここから完全に流れをつかんだ鹿島アントラーズ、このダビの超低空の、そうですね、ゴールキーパーとディフェンスの間にね、触れば入るような、ね、ボールでしたけどね、まあ、ああいったプレー の, そのイメージが合ってくるとより鹿島としても得点は量産できると思いますね、そして今度はこのこぼれたところ柴崎、このパスです。そして野沢のこのシュート、結構人が密集してたので、空間認知というか距離感って見えにくいと思うんですよ、ただこの、ね、中澤選手と他のディフェンスラインのギャップがあるっていうのがよくここから見えたなっていうふうに思いますよね、ミドルの選択もあったんですがパスを選んだ、ほとんどの9割方もシュートだと思いますよね、普通なら。ここは2人のイメージ共有していました、野沢選手のシュートも素晴らしかったですけどね。そして今度はまた柴崎、この動きです。これもね、体の向きはニアにシュートだっていうところなんですけど、逆サイド狙いましたよね、見事な動き出しからゴールを決めて今日1ゴール1アシストの活躍です。素晴らしいですね、まあ、こういうゲームがね、こういうプレーがもう毎回できるようになるとね、本当に代表なんですけどね、そうですね、今日の試合は3対1で鹿島アントラーズが勝利をしています。